全長が10メーター70、横幅は約2メーターですね。長年係留されていましたから小傷や汚れ、変色結構あるんですよね。ずっと周りを見ていきましょうか。剪定はね、特別大きな問題はありません。この辺のね、変色や汚れ、まあ磨けば綺麗になるとは思うんですけど、ちょっと根気がいりますね。ここにフロート、スキーがついています。この辺もね、黄ばみが結構ありますけどね。ガンネルのへこみや傷、こういうのもあります。まあしょうがないんですよね、このぐらい。ここから前までが 6.7 メーターありました。結構長いフロントデッキですね。フラットで何もないんですよ。生けすもないし、物入れもないし、作業がしやすくできてるんですよね。ヤマハのメーカー線だけに、デッキの上がモコモコしたようなところはありません。長年頑張ってきた塗装の剥がれやすれ、汚れもありますけどね。この辺はね、結構痛みがあります。前後デッキへの移動は、左舷側からのみで移動します。この通路の幅は約45センチありました。このブリッジはね、なんかどこかの船から持ってきたようなブリッジですね。ここに窓がついてるんですけどね、これははめ殺しされてるみたいです。ウィンドシールドは経年劣化が進んでいますけど、まだまだ透明感もあって大丈夫そうです。ここで操船するにあたっての不具合はありません。現在のアワーメーター841時間、中はこんな感じ、物入れとなっております。アフトデッキもね、表面はしっかりしていますよ。ここの2つは物入れですね。ここに燃料タンク約50リッターぐらい入るんでしょうか。バッテリーもそろそろ交換した方がいいでしょうね。エンジンはヤマハ4ストローク200馬力です。結構カウルの塗装の剥がれ目立つところがありますね。チルトの上下は問題なしです。ステンレスペラには欠けや汚れ、曲がりがありますね。そしてここ下の部分、なんか補修されてるんでしょうか。エンジンの中身はすごく綺麗ですよ。今までに大きな故障などなかったようです。ただね、乗り出し前にはオイル交換、エレメント交換などはした方がいいかもしれませんね。